お疲れ様です。お疲れ様です。先ほどちょっと乗り物紹介をさせていただいたんですけれども、今回はあの66さんがどうやってこのベイロを買うまでこう成功したのかっていうのをちょっといろいろ聞かせていただきたいなという企画になっております。ね、で前回のね動画見てない人はねちょっと見てもらってね。そうですね。はい。こう繋がると思うんで、じゃあ聞いていこうか。お願いします。66さんに。66さんはどんな会社を経営しています？まあ、あの投資会社なんです。不動産ですか？まあそうです、主に不動産、日本のね。これ例えば物件買うじゃないですか、はい、家賃収入みたいな。そうですね。でタイミングで売ったり、売る今のところそんなには売ってなくて。あ、売らないへ最近やってるのは土地を買って、はい、建物をマンションを建てる。土地から買っちゃうんだ。デベロッパーに近いっていう。そうですね。じゃあそれは買うじゃないですか、はい、で業者さんっていうのは不動産屋さんみたいな。それはあの賃貸の募集の管理会社に全部やってもらってる。はい、なるほどね。そうか、不動産だね。大きく分ける不動産。学生時代はどんな人だったんですか？ないんだとあんま変わんないですがこんな感じでこんな感じでどんな感じというなるほど。まあ、田舎から地方から出てきたんで、はいはいはい、あの当時バブルだったんです。あ、出てきたのに。出てきたなんで、まあ、あのちょっと印象悪いかもしれないんだけど、まあ、イベントサークルみたいな。はい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 、はい、でただ僕らの頃は割と健全だったんで、うーん、今でいうクラブ、まあ、昔のディスコ、マハラザとかジュリアナとかその辺の、ね、ジュリアナよりもうちょっと昔ですね。昔よを、まあ、サークルで借りてみたいな、はいはい、一回集めてみたいな。あ、なるほど。そんなことやってました。でパーティー売ってみたいな。やってましたね。イベントを企画するっていう。そうです。学生なるほどなるほど。で、下積み時代の苦悩や頑張ったことは、下積み時代あるの？いや、なんかそれがあんまりないっていうかね。まあ、ただあれだ、あの大学卒業して、まあ、会社に入って、で外資系の会社だったんですよ。あ、はいはい。なので、まあなんかあの研修とか何もなくて、一応自分のデスクで電話をもらったんだけど、はいはい、ほったらかしみたいな。だからあの仕事が何もないんで、はいはいはい、まあ、先輩とかに、なんか、まあ、まずは弁当買ってきますって。で、まあ、当時ワープロだったんで、なんか仕事くださいって、はいはいはい、そういうのは1年、まあ、2年ぐらいですかね。その外資の会社は、はい、あの何系なん？証券会社。あ、証券会社、はい、外資の証券会社入れる。超エリートだから。そうですね。あの、ただ当時は日本の会社の方が人気あったんで、そんなに、外資の証券会社とか超稼げるからね。頑張れば、頑張ればね。頑張んないとダメなの。頑張らないとクビになります。クビ、あ、頑張んないとクビになっちゃう。厳しい。イメージで言うと王道のエリートガイド。いや、超エリートだよ。そうですよ。今で言うと、ね、でも僕の頃はあの王道じゃなくて波動みたいな。やっぱりあの当時のエリートっていうか、あれは上級国家公務員。あ、まあ、あるいは具体名出す三菱商事だとかね、はいはい、まあ、銀行が当時十何個あったのが、ね、まあ、今と今みずほになっている IBJ っていう日本公共銀行とか、はい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 、まあ、そういうのがもう王道ですよね。なるほどなるほど。ちょっと外れて外資行ったけど、でもその王道よりも稼いちゃうわけじゃないですか、頑張ると。あの、そう、まあそうです ね, ね, ね、はい、結構稼いでた。まあまあ、まあ、割と、あ、割と、すごいな。外資の証券会社入ってエリートなわけじゃないですか、はい、まあね、自分ではあんまないかもしれないけど、世間からしたらエリートな。で、なんでそれをやめて、こう自分でやろうかな、起業しようかな。まさにあの、リストラです。リストラ。リストラ。六六さんリストラにあったの？いや、いや、あ、そう、やり手なのに。ダメですか？まあ、ちょっと業界の話をすると、若い頃は、はい、まあ、稼げてればいい。うん、そうですね。だったんですけど、年齢いくと、まあ、マネジメントとか、はい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 、あと日本の銀行もそうなっちゃったんで、うん、日本人が増えちゃったんですよ、あ、社内。だから外資なのに割と日本的になって、はい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 、ちょっと合わないなみたいな。で、あんまりこういうことは得意じゃなくて、はいはいはい、で、まあ、リストラ対象になっちゃってみたいな。ちょっとじゃあその輪に溶け込んでればまだいたかもしれないし、そうですね、なんだろう、成績悪いみたいな、なんか性格の問題だよね。そう、性格の問題。そう、なんかみんなとワイワイするの嫌だみたいな。そう、まあ、そうですなるほど。あ、それで、まあ、リストラ合うわけじゃないですか。はい。で、なんでこう、今の仕事
やってる、まあ、それがあの外資のいいところなんですけど、はい、サラリーマン時代からその投資 OK だったんで、あ、そうなんだ、だからあの並行してやってたんですよ、はい、もう不動産持ってたんですか、まあ割と、リストラされた時に、はい、ちょっと待てよと、うん、冷静に考えてそれぞれまあまあ適当だったんですけど、うん、真面目にちょっとあの、うん、Excel かなんかで計算してみようと、はいはい、それやめてもやれるんじゃねえみたいな、あーなるほどなるほど、まあ年齢もある程度言ってたんで、うん、ちなみに何歳ぐらいですか、43とかそのもん、あ、まあ、俺ちょっと下ぐらいだ、で、まあ、自分でやるかと、なるほどいうのがまあ10年ちょっと前、でまあ66さんこうまあ会社リストラになるんだけど自分で始めトントン拍子なわけじゃないですか、その中でもそういうちょっと苦悩というかハプニングというか、なんかありましたか、まあさっきも言った通りで、土地を買っているものを建てるような建設会社、うんうん、大手に頼めば、うん、トラブルないんですけど、うん、やっぱり高い、なのでちょっとその大手じゃないところに頼んで、うん、まああの途中で頑張っている、おそらく詐欺なんですけど潰れちゃったんですか、潰れて、で、まあ、もちろん裁判もあるんですね、はいはいはい、なんだけども、実は裁判って、民事裁判って、会社相手に会社が潰れてるってどうしようもないんです、取れないですよね、裁判で勝てても全く取れない、そういうのはまあ、優先して、あれが結構辛かったですね、うわまあまあ、金額までいかないんで、でかいですよね、多分億単位ですよね、まあ、それの半分ぐらい、半分ぐらい、はい、狭いんでえな、どうやって乗り越えたんですか、もう。もうしょうがねえで諦めた、いやもう必死こいて同じような金額でやってくれる会社を探して、あ、まあ、でも2年ぐらいかかります、ね、ああそう、じゃあその物件というか、はい、もう中ぶらり2年間、うわだもうね、この投資家からするとこれが一番ダメですよね、そうそうそう、このね何もできてないっていう、そうお金なんない、マネタイズできてない、ただお金だけかかっちゃうっていう、そうですね、なるほどね、ちなみになんですけど、はい、ブロックさんまあね、普通の一般の人からすればもう大成功してるわけじゃないですか、でその成功するためになんかこう犠牲にしたというか何かあります、犠牲っていうのは何ですか、まあただ普通はやっぱりね日本の大学卒業して日本の会社に入って、出世する、はいはい、まあ、これが王道だと思うんですよ、ねはいはい、だそこはまあ自分としては向いてないなっていうのがあったんで、もうそこはもうスパンと、なるほど、自分の性格はそうじゃないから、うん、もうその道はもう諦めるというか、だから社会的なステータスは低いですよね、はい、あそうですか、うん、やっぱり何やってんのって言われて、いろいろ説明しないといけない、まあ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 そうですね、そこはね、だからそこはまあ犠牲っていうか、まあ、自分に向いてるのを選んだっていう言い方もできるし、はいはいはい、まあ、ただある日いきなり給料がなくなったわけです、まあそうですね、社会的ステータスだとその外資の証券マンの方が高いですね、知らない、まあ、分かりやすいから、ね、分かりやすいですね、そうだよね、今の現状だとこう土地買ってとか説明するのが面倒くさい、そう、何やってんのみたいなそうだよ、だって知らなかったら本当何やってんのじゃん、俺は知ってるからまあねあれだけど、これ見てる人でもよかったね、謎が解けて66さんなるほどね、ちなみに、成功するために欠かさずにまあ、断続とか継続というか、続けてきたことってあります、あんまり意識はしてないですけど、うん、まあ、ただ、人のせいにしないっていう、あ、なるほど、いろんな、まあ、さっきのトラブルにしても、うん、まあ、いろいろこう恨みつらみももちろんあります、まあまあまあ、騙されたとか、うん、でもやっぱり自分が悪いと、まあ、今、自分に起こっていることは、うん、まあ、人のせいにしない、なるほど、もう自分が巻いたことだと、もうすべて自分の責任だと。神の領域だね。いやいや。まあちょっと最後になんですけど、六六さんが思う、まあ、成功の秘訣っていうのは何ですか、ね、まあ、人のせいにしないから、ね。いやいや、これは明確にあって、うん、まあちょっと一言その前にまあ、成功っていただけるのは昔嬉しいんですけど、うん、自分としてはまだ途上だと思ってて、別にまあ、もっと上に行けるかもしれないけども、はいはい、こうなるかもしれない。はい、まあ、だからまあ、それでこっちはもうこっちも同じだと思うんですけど。うん、まあね、まあ、成功って多分そのもっと80過ぎてから、うん、死んでからとか自分の人生振り返ってどうだったのか、うん、他人が言うことですよ、そういう点では僕は自分は成功者だと思ってないんですが、うん、まあ、それだと話が終わっちゃうんで一応成功したという前提で話をすると、すごい、まあ、簡単というか、はい、これ明確なんだけど、一言レバレッジなんですよ、レバレッジ、人を雇うか、うん、お金を使うか、お金に働かせるか、
あるいは自分に特殊な産業があったらメディアに出てそれをレバレッジかけるか、はいはい、それをやらない限りはこういう車は買えない。なるほど。もう一回人を使うかお金に働かせる か、うん、かもし自分がアーティストとか才能があったら、うん、メディアとかに出てレバレッジじゃないですか。はい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 、はい、そんなんかのレバレッジをかけないと。なるほどなるほど。だからそういう点ではやっぱりサラリーマンだと限界が正直あります、はいはいはい、まあまあそうだからサラリーマンになるんだったら上場企業の役員、はいはいはい、1億円以上もらえるんで、はいはいはい、を目指すしかないんだけど、めちゃめちゃ大変だから、うん、そりゃそうだ。それ考えたら自分で起業するか、うん、僕みたいに投資家になるか、うん、まあ、あるいは特殊能力があるんだったら YouTuber になるか。なるほど。これレバレッジなんですよ、はいはい、だからサラリーマンだと自分の時間を売って給料をもらう世界、うん、これだと買えないですよ、うん、確かに。だからゴッチはやっぱりその点人を使って成功してる。まあ成功の定義は多分いろいろあると思うんですけど僕はまあどっちかっていうとお金で、ね、お金を外資の商品に行ったんで、だいぶ辞めた時もある程度持ってるから、うん、これを使って、まあ、投資をしてる。でも本当はそれが最高点ですよね。お金、お金で。いや、両方だと思います。そうかな。だって世の中のその金持ち誰かっていうとね、うん、ウォーレン・バーフェットでしょ、はい、イーロン・マスク、うん、ジェフ・ベゾス、はい、日本でいうと孫さん、はい、前澤さん、はい、彼らは自分で起業して会社を作って人を使って会社を作ったり上場して、うん、でフェイスブックでしょ、どこでしょ、結構 MA やってるんですよ、はいはいはい、自分たちの仕事だけで、はい、MA でいろんな会社を買って、だってインスタってフェイスブックの子会社でしょ、うん、そうそうで YouTube は Google の子会社、そうですね、あれ買ってるんですよ。なるほど。だから Facebook とか Google の商売だけじゃなくて、インスタ買ったりとか YouTube を買ってそれが生きてる、だから金を働かせる、両方やってるんですよ。なるほどね。ブクロクさんはあんま人を使うのは興味ない。うーん、まあそうですね、でも人は人でね、大変なんですよ。いや、わかります、ね、裏切るしさ、人なんか気持ちも変わるからね。いや、それが一番難しい。本当大変だね。ドクロックさんはとりあえずレバレッジという。そうじゃあドクロックさん、今日はありがとうございました。いい、どうも、はい、すげえ勉強になったね。はい、めちゃめちゃ勉強。ありがたいね。これお金取れるぐらいの授業だからね。ちょっとね、またね、こう経営者のね成功シリーズやっていきたいと思うんで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。